まあ民進党とね、小池新党の合流で、弾かれることになった、民進党左派の人たちね、まあ枝野さんとか菅直人さんとかが、もう確実に弾かれるっていうね、そうなったんですけども、まあだからそれによってその機能ね、枝野さん、いろんな選択肢もあり得るっていうことを前原さんとの会談で言ってたんですけども、まあそれがですね、毎日新聞によると、新たなこう新党として、党名を民主党にすると、いうことでね、だから民進党の前の名前ですよね、民主党で、やると。もう本当早くやった方がいいですね。安倍智子さんは火曜日か水曜、明日か明後日と言ってるはるんですけども、もう本当にね、もう選挙までもう10日ないですからね、あと、8日ですか。で、もう、選挙戦にね、突入するんで、もう早いことね。で、今、前原さんがなんか、のらりくらりしてるのは、これ時間稼ぎしてるとしか思えませんね。まあ、そういう意図があるのかどうかわかりませんけども、まあ、小池さんとしてはですね、小池新党としては、こういう、誰外す外さへんみたいなね。で、そういうことを言って、ちゃんと公認にしてもですね、はっきり決めない。それ何のためにやってるかというと、その、他の民進党の人たちから時間を奪ってるという風にしか僕は思えませんね。で、のらりくらり、まあ、蛇の生殺しと、社民党の松田一さんも言ってましたけども、そういうね、もう、はっきり、かなりね、立ち悪いなっていう、ことをやってるとしか僕は思えませんのでね、もう早く決断した方がいいと。まあ、前原さん解任してっていうのは、それはもう、小池新党が民進党の人たちを、いっぱい公認するから、それはできないということでね、もう本当に限られた時間で、どこまで、リベラル新党というかですね、まあ、枝野さんたちが、新たに民主党というのを作ってね、浸透させることができるかというにかかってるかなと、思いますね。まあ、救いはね、まあ、選挙に結構強い人たちが、弾かれるっていうことなんでね、まあ、なんとかもう頑張ってほしいというか、で、まあ、あと、救いは、選挙協力、新党は共産社民との選挙協力を行う方針ということで、まあ、ここで野党共闘、まあ、実現するというかね、積極的な野党共闘というのをですね、前面に打ち出して、頑張ってほしいなと。まあ、だから選挙後にね、まあ、そういう選挙協力とか共闘できる、リベラルというのをですね、まあ、大きくしていってほしいなと。思いますね。まあ、今回でも本当に乗り切れるかどうか、かなりね、まあ、厳しい状況に立たされてるってことは間違いないのかなと、思いますね。